はい、それでは、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日の、趣旨というか対談はですね、僕が、そうですね、2021年になりましたけど、4月、予定は4月に、サッカーコーチのコーチとしての本を、書くことが決まりましたので、で、今僕がやらせてもらっているのは、いろんなサッカーコーチ、現場に立っているサッカーコーチのリアルな声を聞いていくっていうところで、対談をさせてもらっているので、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけど、自己紹介をよろしくお願いします。はい、育成年代で、サッカーの指導をしてます青山翔吾と言います。今は主に中学生をメインで担当していて、ちょうどこの1月から新 U15 を担当することになっているので、はい、いろいろ現場の悩みとかも相談できればと思っているので、よろしくお願いしまお願いす。します。ちなみにコーチになって何年ぐらいですか？大学生の時からやってるので、12年目になってると思います。なるほど。ありがとうございます。はい。その中で、どうして対談、今回の対談を OK してくれたんですか？一番は、もうカズさんに何かしら貢献したいっていうことが、ありがとうはございい、ます。大きいので、あ、ただまあ本当に僕もより指導者の環境だったりが良くなればとは思ってるので、少しでもそこにも貢献できればなと思ってます。はい、ありがとうございます。なるほど。じゃあ、早速いきますけど、まあ、今またはい。は過去でもいいんですけど、指導、またはサッカーを教えることについてで、悩みとか問題ってどんなことがあったか教えてください。そうですね。まあ、昔だと本当に何を教えたらいいのかっていうのが、まあ、自分がもちろんプレイヤーとしてやってきて、いろんなことを学べたのはあるんですけど、いざ教えるとなると、じゃあ何を教えてあげればいいのかっていうのが、その場その場でこう考えるしかない。っていうのが、それがいい面もあるとは思うんですけど、まあ、もっとこう普遍的なもの、これを特にジュニアのうちは伝えていけばいいとかっていうのは、こう自分の中でも整理したいし、それを知りたいなっていうのを悩んでいました。なるほど。今はどうなんですか？それだいぶ解決されたんですか？そうですね。まあ、カズさんの講座も含めて、いろいろその、まあ、いろんな概念の部分で、ここだけはこう、ジュニアユースぐらいの年代までに、教えておくことで、その先より活躍できるんじゃないかっていうのは、僕の中ではまあ見えてきた部分があるので、はい、それを伝えていきながら、ただまあ、戦う部分とかっていうのも、今、それこそ中3を見ることになってるので、そこも伝えていく必要はあるかなと思ってるんですけど、そういう意味では、はい、だいぶ自分の中では整理はできてきたかなと思ってます。なるほど。まあ、結局その一回形にひとまずしてみるっていうのは結構大事だよね。正しいかどうかわからないからこそ、まずは、まあ、理想の状態からの逆算っていうか、中学3年生卒業してとか、または高校生になったらこんな選手になってほしいなっていう逆算から、やっぱり中学生の年代じゃあここまでとか、じゃあそういう中学生になるには、理想の状態としては小学生だったらここまでってなった時に、今小学校3年生のこの子はこういうふうに伸びててほしいから、じゃあここまでやれた方がいいんじゃないかみたいな逆算にはなってくると思うんだけど、全部がこう、なんだろう、まあ、難しいのは人と接しているから、それがそのまま当てはまらないから、だから作んなくていいっていうのはなんか違うような気がしていて、そうです。作ってって、あくまでそれをやることが目的っていうよりは、それを指針に微調整をかけたりとか、まあ、翌年にまたブラッシュアップしていったりとか、もっと削るものもあるし、足すものもあるしっていう、そのサイクルが回るっていうのがなんか大事なことかな。なんか一旦形にしてみるっていうのね、青も、翔もね、まさにやってたと思うんだけど、それがすごい大変だからこそ、一回形にしてみるっていうのはすごい大事なことかなと思いますね。はい、なるほそうど、でなるす。ほど。いいですね。他に、まあ、悩みだったり、または逆に知りたいこと、こんなこと知りたいですってのありますか？悩み、まあ、どっちも関わるんですけど、本当、今だと、それこそこう試合の日の持ってき方、アップも含めてっていうのが、結構、それは今、ちょうどリアルな悩みです。なるほこうど。時間配分も含めて、ちょっとまだうまくそこが子供をモチベートしてこう送り出せてないなっていうのが、今なんかやっ何てやるかる。も含めて、はい、なるほど。ルーティンを作った方がいいのかっていうところも含めてなんですけど、で、今はどんな流れにしてるんですか？
まあ、いろいろ試行錯誤はしてたんですけど、うん、まあ、ステップをやって、うんうんうん、で2人組の基礎練をやって、うん、でスタメンの10人で5人ずつ分かれて、うん、パス練やって、で最後ロングボール蹴って、で、まあ、ダッシュ入れてみたいな、うん、そういう流れではやってるんですけど、うんうんうん、まあ、もちろん会場によっては場所が取れないところもあるので、それは対応するしかないんですけど、うんうんうん、どうなんだろうなっていうのはちょっと自分の中で、まあ、まだ試行錯誤していきたいというところなんですけど、うんうん、確かに、まあ、それもね監督の色だったりもするしね、うん、あ、確かに大事ですね、試合の入り。まあ、だからその会場に何1時間半前なのか2時間前、まあ、なのかな、何時には集合にして、うん、基本ミーティングやってからアップですか？そうです、なるべく最後、うん、集合した時にメンバー伝えるのと、うん、ちょっとこうミーティングをした上で、うんうんうん、アップに入るようにしてます。うんうんうん、なるほど。今こう悩みっていうか試行錯誤してるのは特にアップですか、それとも全体の流れ、持ってき方なんで全体の流れですか、どっちか全体の流れ、うん、そうするとね、その初めての場所行く場所なのかそうじゃないのかっていうところから考慮が始まってくるよね、うん、やっぱりその迷ってね、ギリギリに着きます、じゃあいきなり試合ですって言うと、じゃあ落ち着かさなきゃいけないっていう風に、うん、なったりするから、うん、そこがどうなのか、だから可能な限り慣れてる環境というか、 まさにね、安心安全を感じられるように準備できることは可能な限りしておいた方がいいし、おそらく中学3年生だから公式戦ってなった時に可能な限りね、普段やる状態、普段通りがいいってなったら、僕がよくやってたのは、あの行ったことないグラウンドは絶対事前に見に行ってたり、うん、行き方も含めとか、それこそね、スタッフ陣はかなり早く行くとしたら、コンビニがどこにあるのかとかまで、で天然芝でやることって少ないかもしれないけど、もし天然芝なんだったらどのぐらいの状態 でそこのグラウンドが、それこそさっきの話出たけど、アップでそのグラウンドピッチ使っていいのかダメなのかっていうのもあるでしょ、そういうのも全部先に調べてた、そこで慌てないようにっていう、だからもう事前にアップはそこ使えませんって分かってれば、もう工夫するしかないしっていう、そこがまず一つで、まあ、ミーティングの内容はね、あの可能な限り分かりやすく絞ってあげてできることからっていうところで、あと場所だよね、場所探すのすごく大事だと思ってて、要は人が通って騒がしいとか気になるとかっていうところは可能な限り避けた方がいいし、で冬の時期だったら外でやらざるを得ない、ロッカールームはね基本的にはないから、その寒さとかどうすんのとか、うん、逆に暑い場合は日陰があったところがいいだろうしっていうので、場所がどこがいいかっていうところもすごく重要になるかなと思いますっていうところで、アップ、まあ、アップも本当チームの色が結構出るところかなとは思っていて、だから今から話すこと、僕が言うのが正解っていうよりは僕はこう考えるっていうところだとすると、うーん、ボールを丁寧に持ちたいなっていう、もしチームであれば、ちょっとでもいいからその要素がアップで入ってないと、うん、いきなり試合でプレーするときって相手がバッて来る状況に対応するのが遅れたりするから、うん、ちょっとでもいいからポゼッションっていうか、うん、可能な限り同数に近いようなとか、まあ、例えば443フリーマンでもいいんだけど、443フリーマンするとね、誰か一人サブ入れちゃうとそれってかわいそうだから、じゃあ、ね、10人でやれるのって何があるのかとか、うん、で工夫しなきゃいけないけど、流れとしては、まあ、体を起こすっていうところと、そのスピード感、スペースの、大きさ、ちょっとこうプレッシャーパパってかかる中で自分が判断しなきゃいけないような状況を1回は入れてあげたりするっていうのは、うん、ゲームへの入り方っていうのはそっちの方がいい、うん、まあ、ボールを大事にしたい場合はそうかなっていうところと、あとは結構意識していたのは、近く、要は見ることを刺激するようなアップにするっていうのは結構気にしていたかな。うんうん、特にその、最後にダッシュ入れたりとかする、大体そうすると思うんだけど、その時に、すごい細かい、まあおそらくやってるかもしれないけど、手で合図とか笛で合図でダッシュじゃなくて、見て判断しなきゃいけないようなダッシュのやり方、うん、反応しないとダッシュ、がこう起きないようなやり方をやると、なんでいいかっていうと、こうい
集中力がぐって上がるんでね、うん、例えば持ってるコーチが持ってるこのボールが下に落ちたらスタートねっていうのをやるだけでもういつなのかってこうぐって見るから、それ3回4回ぐらいでいいんだけど、そういうやり方をしてたりしてた。なるほど、うん、なるほど。見て反応するっていう、うん、見て反応するっていう風にしてあげないと、うん、実際の試合中はそうなるから、うん、それの予行練習っていうか、でちょっと笑い出るしね、反応遅れる子が出てきたりとか、うん、あのまだ落としてもないのにスタートする子が出てきたりとか、でそれも1個だけだと刺激が弱くなって要は慣れてくるのね、うん、だからボール2個にして同じようなボールでこっち側のボールが落ちた時ねっつってこうやってジャグリングして本当にどっちか分かんないなみたいなとか、僕がよくやってたのプラス足にもボール置いといて足で踏むか落ちるかって言ったらもう複数見なきゃいけないから、それでいかに反応を早くさせるかっていうのをやったりしてました。なるほど、うん、これは一斉にやりますか？そう、10人だからね、最後試合もユニフォーム着替えて、例えばもう入る直前にダッシュ入れたりするでしょ、うん、その時のダッシュでタッチラインに横並び10人並ばせて、うん、5メーターぐらいでその落ちたらスタートねっていうので、でもそれ終わったら、はい、じゃあもう行ってあの並んで行ってらっしゃいみたいな、そこは結構その反応する刺激を入れてあげるっていうのは、で特にあの、まあ、長い時間じゃないけど一点集中するっていうのは一回グッて集中力が高まる方法ではあるから、うん、だからこうね、他の人たちが手叩いてダッシュさせるの見てめちゃくちゃもったいないなって思う、うん、うん、完全にそうしてました、うん、悪くないんだけどね、行こうぜ行こうぜとか言いながらこうダッシュさせるとすごいテンション上がったりするんだけど、実際の試合ではその刺激あんまり使わないぞって、うん、うん、だと見て反応させる方がいいよっていうのはあるかなと思います、うん、ちょっとよかったら試してみてください。はい、やってみます。はい、まあ、だから本当ね、細部にこだわりいっぱいね、どんな話するかとかもいい、ね、それが対戦相手が自分たちより上なのか同等なのかそれとも下なのかによって、ね、選手たちの心理状況も当然変わるから、モチベートした方がいいのか、うん、逆に抑えた方がいいのかっていうのもあるよね、うん、特にその、うん、なんかこれやっぱスペインにいた時にロッカールームでの振る舞いっていうのにすごいこう敏感なんだよね、やっぱスペイン人のコーチたち、うん、でその時でやっぱりテンション上がりすぎてなんかちょっとおかしくなってる時とかあるわけよ、こう試合に、うん、入るとにあまりになんかもう絶対やってやろうぜみたいなのもすごいなってて、これちょっと上がりすぎてるから、その時は声のトーンをわざと落としてすごいゆっくり喋ってあげたりとか、緊張して逆にみんながガチガチになってる時は笑いを取りに行ったりとかっていうのが、やっぱそういうのがロカル部の中でその空気感変えられるコーチっていうのはすごく優秀なコーチだったっていう印象がある。自分がねできているかどうかっていうのはまだまだ部分はあるんだけど、すごくそういうのをアシスタントコーチでそのロッカールームに入らせてもらってすごい学んだから、うんうん、だから空間って大事だなっていう、それを作ってあげるって大事だなっていうのをすごく感じてます。いいですね、うん、ぜひトライしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次に行きますけど、はい、ショーもいろんなセミナーをね受けていると思うんですけど、他のセミナーと僕のセミナーどんなところが違いますか？そうですね、やっぱり一番はその もちろんサッカーの中身のことを学べるのもあるんですけど、じゃあその学んだものをどうやって選手に伝えるかとか、それをどう生かすかっていうのをそこまでこう学べるのが、やっぱりすぐそのままこう実践で使えるっていうのが一番大きいかなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。で6ヶ月講座も実践編も受けてもらってるんですけど、例えばどんな内容を本に入れてほしいとかってありますか？そうですね、それはさっきも言ったその普遍的な少しでもこうやっぱり育成年代で身につけておくべきものっていうものの何か指標があれば、うんうんうん、もちろんそれだけじゃないのはあるとは思うんですけど、その一つなんか、うん、指標として、うん、まあ本当習ったことで言うと、コーチングの概念とスペースの概念だったり、そういうのは、うん、知りたいなっていうの、整理したものがあればなっていうところで、でもさらにそれを、じゃあ実際、練習ではこういう、まあ、メニューがあって、うんうんうん、こういうポイントを意識して
やればっていうところまで、本当にそれが本の中に入っていればすぐに見つかるんじゃないかなっていうのはあります、うん、なるほど。もちろんまだ本は完成してないので、どんな内容かっていうのをなかなか、はい、まあ、基本的には6ヶ月講座で学ぶような内容がどんどん入っていくんですけど、うん、どんな方にこの本をお勧めできますか、まあ、サッカーコーチのコーチが書く本として。あ、そうですね、やっぱりその選手伝えたいことがあるけど、こ うまく選手が反応してくれないっていうような悩みがあるような人にはすごくためになるんじゃないかなっていうのは、うんうん、なんかただ練習メニューをこう覚えるとかこなすだけじゃなくて、それが どういう意図があってそのメニューがいいのかっていうのが多分わかると思うので、うん、はい、そこ、そういう悩みがあるコーチがにとってすごいためになるかなと思います。はい、ありがとうございます。